そんなに時間かかるはずないじゃない。それとも私がいるとじゃない冗談よ。ああ、美月さん、早かったですね。美月さんがお昼には戻るって言ってたので、監督責任者として私も早めに用事済ませて戻ってきました。中によそ見なんて危ないでしょ。